平野さん、はい、今日のテーマは集団的自衛権です、はい、日本が攻撃されていなくても同盟国のために反撃することができる、はい、そうした権利を使えるように憲法の解釈を変えたいとする安倍総理、うん、まあ、その閣議決定の文言でね、うん、集団的自衛権に慎重な公明党に配慮して、うん、集団的自衛権とは書かないで、うん、自衛権という言葉にとどめるという案もあってたんですが、今日飛び込んできた情報ではブリュッセルにいる安倍総理がですね、うん、閣議決定の文言はやっぱり集団的自衛権容認という言葉をはっきり書きたいと、うん、そういう意向を示したということです。そうですね、あくまで安倍総理強気ですよね、うん、で、まあ、これまで国会で野党からはですね、うん、集団的自衛権の危険性についてで説明をするべきだ、うん、あるいは自衛隊が血を流すことにならないかなど質問があったんですが、まあ、安倍さんが真正面からなかなか答えない様子は先週お伝えいたしました、うん、まあ、今やその前に立ちはだかるハードルは連立を組んでいる公明党ということになっていますね、うん、今日は集団的自衛権容認についての鍵を握っている公明党にじっくり聞きます、はい、報道するラジオ、早速ラジオネーム月見団子さんという方がメールくださいました、はい、安倍内閣がどんどん右寄りに傾いていく中、うん、公明党の存在は公明党支持者のみならずますます大事になっていくと思います、今夜の報道するラジオしっかり聞きますよとくださいました、そうですね、政府自民党と公明党の集団的自衛権をめぐってのこの与党協議続いております、うん、今日は4回目の協議がありました、はい、その協議会のメンバーのお一人に昨日直接話を伺うことができました、はい、公明党衆議院議員の上田勇さんです。まずこんな形で始まりました。上田さん、どうも初めまして、はい、どうも上田でございます。水野と申します。よろしくお願いします。毎日新聞の平野です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。今日はお忙しいところ本当ありがとうございます、まあ、今行われているこの協議会の行方がある意味日本の国の形を変えるかもしれないと言ってもいいかと思うんです。そうした大変大きな役割を担っていらっしゃるお一人の上田さんですが、この協議会って具体的にどんな方たちが何人ぐらいでどんな風にやってはるんですか？今、自由民主党と公明党の与党でですね、はい、自民党が5名、公明党が4名という形でですね、はい、やっておりまして、まあ、座長が、はい、自民党の高村副総裁、はい、そして、まあ、座長代理として公明党の北川副代表がついて、で、まあ、石破幹事長や井上幹事長も、メンバーとしてですね、この協議に参加をして、おります。まあ、これまでは、週1回程度のペースで行って、きまして、まあ、今週、まあ、ちょっと議論がいろいろ、まあ、時間もかかるということもあって、まあ、今後週2回ぐらいを想定をしてやっていこうかというようなことで今進んでいます。これ公明党としては時間の制限を設けないで、うん、じっくりと時間をかけるべきだっていうのはもう当初からずっとおっしゃってましたよね。はい。だけど、まあ、週1回から2回程度っていうふうに増えてくるというのは、はい、やはり自民党としてはスピードをもっと加速させたいということなんじゃないですか。そのあたりいかがですか？まあ、もともとですね、まあ、今は憲法解釈に関わるようなところの議論ではないんですが、うん、まあ、それでもこれまでの安全保障政策の重要な課題でありますから、うん、まあ、精度の高い議論をするにはですね、やっぱり議論時間かかるんですね、うん、で、これはそんな数時間で、できるものではありませんし、これはやっぱりじっくりしっかりした議論が必要なんだろうと、まあ、これまでも、自衛隊が初めて海外に、派遣された PKO 協力法の時もですね、まあ、その後の周辺事態法であるとか、まあ、テロ対策特別措置法の時など、まあ、安全保障に関わるような、まあ、重要な問題についてはですね、まあ、随分時間をかけてやってきてますんで、
ただ単に議論をこう長引かせようとか先延ばしをしようというつもりで、やってるわけではありませんが、はい、まあ、それだけやっぱり、重要なことだし精度の高い議論が必要だというふうに考えています。安倍さんはですね、はい、年末の日米あのガイドラインの見直しですね、はい、これを一番こう照準を置いてですね、はい、そこに、今回 の、 その集団的自衛権のみ、解釈変更というものを入れてですね、今国会の最後に閣議決定を目指すという、何か後ろがもう先に決まってるかのような、なんか協議の進め方みたいで、はい、今言われたその精度を高めていくということとちょっとやっぱりなんか相互があるなという感じがするんですけども、そういう例えば会期末までに何かをしたいとかですね、年末までにっていうような報道は承知してるんですが、私たち、安倍総理から直接なんか期限についてお話を聞いてるわけではありませんし、むしろ、ご自身の言葉としては期限は設けないというおっしゃいましたね、ということしか、正式には伺っておりません。でも週2回のペースになるということですよね、もう。そうですね、これはやっぱりそういうことじゃないんですか。でご承知の通りですね、今例えば離島防衛という、いわゆる憲法解釈には直接関わらないようなですね、部分からの議論、よくグレーゾーンと言っていますけれども、議論から始まりました、ただこれ一つの事例を取るにもですね、じゃあ具体的にこれは自衛隊なり警察のオペレーションも関わってくることでありますので、そんな簡単に議論が進むことではないんですよね。ただそれをその、拙速に、結論を出すというのが果たして、いいのかといえばそうではないことなので、これは時間がかかることはかかるし、それはもう、与党としてもですね、ちゃんときちんとした責任ある議論をしなきゃいけない、ことはもう当然なんじゃないかというふうに思っています。ただ15の事例というのが政府から出されてきて、2つの事例についてはもう公明党が大筋容認する調整に入ったっていう報道もありますが、そんなふうにしてスピードを持って話が進むのかと、私なんか印象を受けたんですけれども、過去これまで3回、与党協議をやりまして、実質2回ですね、行って、事例の最初に上がっていた、離島等がこう例えば不法武装の漁民に占拠された場合にどう対応するかというような話から入ったんですけれども、これは実際に具体的に話をしていくと、まだ政府の内部でのですね、きちんとした調整とか意見のすり合わせができてなかったっていう部分がありまして、そこはだからきちんとまず今の運用改善の中でですね、政府として何をどういうふうにしたいのか、ちょっと整理をしてもらいたいと、という形で今投げ返してあるっていう、状況です。これ具体的に言うと、その尖閣を、誰しも、離島というと、想定するんですけど、この文言の中には離島等という言葉が入って、公明党さんがこの等は何だと、離島のなどって意味の等ですか、これは仕切ってなかったよと、離島以外も入るってことですね、等って入れたら、本土に近いね、概念の島も入るんじゃないかということで、それだと個別的自衛権につながる話になるような印象を受けるんですが、この辺もなんか あんまり政府はきちんとしてないわけですか。今のお話っていうのは、これ尖閣であったとしてもですね、それ以外の本土であったとしても、これは個別的自衛権の行使には当たらないですよね。これはむしろ警察権の及ぶ範囲で、ありますので、例えば海上保安庁が出ていく話だって意味ですね、自衛隊が出ていく必要はないっていう意味ですよね。本来はですから、例えば領海であれば海上保安庁でありますし、
陸地上陸をしてるってわけですから、うん、は警察が対応するというのが、うん、まあ、まあ、行政の、うん、その仕分けとしては、そういう、ね。まあ、一義的にはそうですね。だけど、政府は、それ、その次の段階を想定して、はい、論議を進めてほしいということなんでしょ。いや、そうじゃないですね。そうでもないんですか。事例に書いてあることを見ると、うん、まあ、まあ、警察や海上保安庁といっても、うん、まあ、尖閣諸島の場合には、うん、今もう海上保安庁がもう毎日のように、巡回してますから、うん、なおかつもうこれはオールジャパンで取り組んでおりますので、うん、海上自衛隊含めて連携は非常によくできていることはもう政府も言っております、うん、でただ、まあ、そうでない場合もあるだろうと、うん、でそうしたときに、まあ、警察の管轄とは言っても警察官が必ずしも日本全土くまなく監視をしているわけではないので、まあ、その時にたまたま、まあ、自衛隊が、より早く対応できた時にどうするのかとっていうような事例なんですよね。で、まあ、これは可能性としては政府も認めているように非常に低い事態だというふうには思います。ただ、まあ可能性として、ある限りにおいては、まあ、一応こう、ゼロではない限りにおいてはですね、まあ、こうシミュレーションはしておく必要があるんだろうと。ということで、まあ、そこはどういうふうな連携をするのかというようなことを政府として検討してもらいたいと。で、果たしてこれは運用の面、海上自衛隊、それから海上保安庁、警察、その運用の改善で対応すべきことなのか、新たな法整備が必要なのか、そこを含めてですね、例えば新たな法整備って言えば、こう自衛隊の海上警備行動の発令の手続きの迅速化の問題とかですね、そういったことがあるのかどうか、もう一度そこはもうオペレーションの問題なんで、政府でちょっと一つ案を出してもらいたいとっていうふうに今投げかけてあるところです、うん、グレーゾーン自体のお話から、はい、今後集団的自衛権そのものの具体的な事例にどんどん入っていくということになるんでしょうけれども、はい、この集団的自衛権が行使できるように閣議決定で、まあ、解釈を憲法の解釈を変えたいというこの安倍総理の考え方に対して公明党としてはどのようにお考えでいらっしゃるんですか。閣議決定とよく言われるんですが、はい、まあ、閣議決定のこうイメージもまだよく固まってないんだというふうに思います、うん、でというのは、まあ、法律を変えるときに法案、政府として提出する法案は、まあ、全て閣議決定されますので、はい、そういう意味では閣議決定は必ずどっかではあるんですけれども、うん、ただ多分今いろんな方がちょっと違うイメージで同じ言葉を使ってるんだというふうに思うんですけれども、うん、まあ、どういう内容での閣議決定をするのかっていうのはなんか、いろんなお話が報道では飛び交ってるもんですから、うん、それもまあこの協議会の中でですね、いつどういう段階で、どういう決定の仕方をしていくのかってことも含めて協議をしていくってことになるんじゃないかというふうに思いますが、うん、いつどういう段階でどんな内容かの決定の内容次第によって、はい、公明党としても賛成するか反対するか決めるという意味でしょうか。まあ、例えば今グレーゾーンの話を協議をしてますけれども、はい、ここで、例えば法整備が必要ですねと、ということになれば法案はどうせ閣議決定になりますから国会提出する前にはですね、個別の法案はということですね。そうですね。すいません、私は一国民としてのイメージですけども、これは憲法の解釈を変えるんだということを閣議で決めるというそういう大枠をまず決まって、それからいろんな法案が具体的に決まっていくんじゃないかと思うんですね。はい、つまりその集団的自衛権を行使できるんだという憲法解釈を変えるという閣議決定、これについてはどう思いなんでしょうか。そこはまだやり方が決まってないんだと思うんですね。
はあ、やり方の問題なんですか。はい、例えばですね、はい、今の憲法解釈の下での法律の整備をしましょうと、それがまず先に来て、今後の検討課題になるのか、それともその憲法解釈自体を閣議決定をするのか、これから協議の進展状態、進展に合わせてですね、そういった形も、変わってくるんじゃないんでしょうか。ということは憲法解釈の変更も閣議決定ではあり得るという、あり得るということになるんですか。そこはだからまだこれ協議の結果によるんじゃないんでしょうか。ということは突っぱねることも公明党としてはあるということですか。なんかまた協議の入り口の段階でですね、うん、出口の話をされてもちょっとお答えようがないんですが、公明党としては集団的自衛権を行使するということについてはどうお考えなのか伺えますか。これは公明党というよりもですね、はい、今政府としては、はい、憲法解釈として、集団的自衛権の行使は認められないという立場ですよね、はい、これは政府解釈として、定着をしていることであります。我々も同じ考え方で、ありますし、少なくとも今現政権においてですね、今の内閣においては同じことが繰り返し言われて、おります。で、まあ、これからだからその安全保障政策の見直しが必要になってきていると、その中で果たしてこれで十分な対応ができるのか、そこを与党も含めてですね、政府も与党で与党と検討をしようというのがこの協議会ですよね。ということは集団的自衛権の行使が必要な状況も認めるかもしれないっていうことですか。いやだからそれは協議のこれ協議次第なんですか。ですからね、はい、協議次第ということです、どういうことですか。憲法の解釈っていうのはずっと定着をしてきて、うん、でそれは集団的自衛、まあ、個別的自衛権の行使は憲法上認められているけれども、うん、集団的自衛権の行使は認められないと、うん、私たちも同じ考え方であります、うん、はい、ということは安倍総理が目指している、憲法の解釈を変更して集団的自衛権が行使できるようにするということには反対だっていうお考えと受け取ってよろしいですか。まあ、そこを今協議をしているわけですよね。もう一度ちょっと整理をしますが、はい、今日本の安全保障政策というか安全保障の環境というのが大きく変化をしてきています。でその中で安全保障政策のあり方についても、まあ、見直しが必要になってきている、ここは私たちも同じ考えを持っております、はい、ですから具体的にどういう状況があって、それに対してはどういう政策の変更が必要なのか、そこをまずしっかりと安全保障政策として議論をしていきましょうと、というのが、まあ、この協議ですよね、うん、ということは、まあ、見直しが必要だということはおっしゃいましたけれども、見直しが必要だというその見直しの中身の中には解釈を変えていくということも含まれるという意味の見直しと思ってよろしいんでしょうか。当面はそう考えておりません。あ、当面は考えていらっしゃらない、はい、今いろいろ提起されている問題の多くは、先ほども申し上げました通り、まあ、今議論しているのはグレーゾーンで、これは憲法に関係ない、話なんですけれども、まあ、当面議論している課題の多くは今の警察権の行使であるとか、あるいは個別的自衛権の行使であるとか、まあ、そこで対応できるものが、まあ、かなり多いんじゃないかというふうに思って、います。で、まあ、そういう協議を重ねていく中でですね、果たして、今の憲法下で、できないことでですね、今の従来の憲法解釈でできないことで本当にやるべきことがあるのかどうか、そこを突き詰めていこうじゃないかっていうのが協議だというふうに思ってますけども。つまり政府として今15の事例出してますけども、はい、例えばこの15の事例のうち1つでも、うん、やっぱり集団的自衛権を認めないと対応できないという事例が、まあ、出てきた場合は、まあ、まずその15の事例っていうのはあくまで事例ですから、はい、まあ、事例に基づいてこう、まあ、具体的なイメージを持って議論しないとできないということで、まあ、やるケーススタディ
の方法を取っておりますけれども、うん、果たしてこういうことが本当に必要なのかどうかっていうのは、まず議論しなきゃいけないですよね。うん、だから具体的な例で言うとですね、昨日もこれ必要でないってことになればいらないわけですから、それでですね、そこはもう政策判断ですよね。必要じゃないということになれば、じゃあこの閣議決定には反対なさるっていうことですね。何のか、だから閣議決定の内容っていうのがまだ決まってないわけですから、賛成とか反対とか言われてもですね、今のお話、大きなポイント3つあったかと思うんですね。はい、まずタイムスケジュールについてですけど、公明党の上田さんはこの協議に時間的な制限はしないんだと、安倍総理からも時間の期限はないというふうにしか聞いてないとおっしゃっております。ただ今日入ってきた情報では安倍総理はあくまで今の国会会期中、つまりあと2週間で閣議決定にまでこぎつけたい意向だということですね。それからグレーゾーン事態っていう話が出てきましたね。武力行使には当たらないとされる集団的自衛権の問題じゃないという事態ですが、でもここから、この事態からその後戦争になってしまうのか、外交で処理できるのか、キワキワの事態とも言えるわけです。でこれは公明党の上田さんは警察権で対応できるとおっしゃいましたね。つまり海上保安庁が対処するべきだと認識をしていらっしゃいます。ただ今日の与党協議では法律の運用を変更して自衛隊が出動するかどうかあらかじめ閣議決定をしておいて総理大臣に一任すると、つまり総理大臣が自衛隊が出動するかどうかを決めることができるという方向で合意をいたしました。これも大きな意味があるかと思います。 そして3つ目のポイント、閣議決定についてね、何度も話が出ましたが、公明党の上田さんは集団的自衛権容認に憲法の解釈を変えると閣議決定することについては認められないと、おっしゃいましたですよね。ということはって言って突っ込んだんですね。安倍さんの考えには反対ってことですよね、というふうに申し上げると反対ですとはまたおっしゃらないんですよね。中身がまだ詰まってないという言い方ですね。これからの協議次第だっておっしゃいましたね。ここのところが私には分かりにくい、私にも分かりませんね。ですね。入り口のところに今いるんだから、出口のことはまだ分からないというお話だったと思うんですけど、ただ安倍さんはもう出口を決めてしまっているのではないだろうかと、いう、いろいろな情報を重ね合わせるとそういう印象も持ちます。コマーシャルは挟みましてお話を続けます。報道するラジオです。集団的自衛権の行使を容認するように憲法の解釈を変えようとする安倍総理、なんとか連立している公明党に認めさせたいというところなんでしょうね。今日はキーマンの公明党にお話を伺っております。自民党公明党の与党協議のメンバーで衆議院議員の上田勇さんです。次のお話はですね、3日に自民党が出してきた提案から始まります。自衛隊が活動できる範囲についての話です。江田さん、自衛隊の活動が、今までいろいろ制限があったわけですけど、この制限を緩めるという案が政府から出てきましたよね。非戦闘地域での活動というふうに狭められていた、この非戦闘地域と戦闘地域というこの区別を、やめて新しい基準を設けるんだという話が出てきましたよね。はい、それはいわゆる PKO の方の、あるいはその国際協力っていう意味での事例に関する議論ですね。そうですね、これはそうですね。つまり私なんかも、これは、集団的自衛権のいろんな話がね、具体的に協議されるのだと、イメージしていたらですね、ちょっと違う話が、唐突に出てきたという感があったんですけれども、上田さんにとってはこれはどうだったんですか？唐突というか、出発点でですね、法制全般について見直しをしましょうというところがまず最初なんですね。ですからその中で出てきている議論であるし、
先月の安倍総理の会見でも、まあ、国際平和協力のあり方と、うん、いったことが2番目に上がっているわけですから、別に唐突感はそんなないと思いますけれども、これ、まあ戦闘地域でもね後方支援であればできるという政府の案だというふうに私は受け取っているんですけれども、まあ、従来、自衛隊の活動を制限をしてきた、はい、まあ、その理屈っていうのは、うん、まあ、憲法では他国に対して武力の行使は認められない、はい、したがって武力の行使と一体化する後方支援へも認められない、はい、という解釈であります。で、ね、はい、で、じゃあ一体化とは何なんですかとっていう議論なんだと思うんですね、うん、で、従来、まあ、そこは明確な一線は引いていなかったものの、まあ、様々な条件を総合的に勘案をして、一体化ではないと。で、それは、まあ、抑制的に考えれば一つの、まあ、地理的なものだけではないんですけれども、うん、まあ、非戦闘地域っていうところで後方支援を行うのは武力の行使と一体化にならないだろうと、ということで法律としてそういう行動が定められていました、うん、これまで戦闘地域には自衛隊は行ってはいけないと、うん、活動してはならないという、うん、まあ、歯止めがあったわけですよね。で、今回は活動してはならないっていうですね、はいはいはい、今回は政府の案ではですね、いや他国の武力行使との一体化っていうのはもっともっと、まあ、逆に言うと狭い定義にして、自衛隊が活動できる地域を広げるということになっていくんだと思うんですね、これ。はい、まあ、正確に言うとですね、はい、じゃあ武力の行使っていうのはどういう定義なのかと、うん、っていうと今までは、まあ、あまりはっきり、まあ、こうですよっていう定義がありませんでした。でそれについてじゃあ定義をしましょうっていう政府の案が、まあ、この間出てきたわけであります、はい、でこれでは、まあ、確かに、今おっしゃった通り、条件が非常にこう狭くすることによって、まあ、一体化とみなされるっていうケースっていうのが、まあ、狭く定義をされることに、なります。で、まあ、実際にはその上で法律の中で何をするかってことが決まるんですね、はい、で今もそうなんですね。 ですから、まあ、すぐにこうしようにしたいという提案であったというわけではないと我々は理解をしています。でその上で、この解釈についても果たしてこれが本当に適切なのかどうか、これは協議会の中でもっと協議をしていかなければならないだろうと。で特にその中でもですね、戦闘が行われている現場っていう表現があります。現に戦闘中の、まあ、他国の部隊あるいはもう戦闘に直接使うものとか、はい、仕事はしてはいけないとか、はい、運んではいけない、はい、あるいは他の国の部隊がもう今まさに戦闘している現場には行ってはいけない、ね、はい、あるいは戦闘行為ともう密接な関係にあるようなことはしてはいけないという、まあ、4つの条件を出してるんですね、はい、で以外だったらば、逆に自衛隊の活動を認めるという内容ですよね。まあ、認めるように法律を改正してはどうかという提案ですね、はいはい、これについて公明党としてはどうお考えなんでしょう。まあ、一つはだから解釈の問題があるんだと思うんです。一体化っていう解釈の問題、武力行使と一体化をするかどうかっていう解釈の問題、はい、それと実際何をするかっていう、まあ、法律で今度は決めるわけですから、はい、この2つがあるんですが、まあ、解釈の問題もまだあくまであれは政府の一部門から提案をされたものでありますので、うん、これは叩き台としてこれから協議会の中で議論していくことだというふうに考えています。で、まあ、十分な協議が整ってない段階であまり結論めいたことを言うのは何なんですけれども、4つの条件すべて満たした場合にのみ一体化っていうふうに
うん、そういう提案になってるんですね、はい、政府の、一部門での提案でありますけれども、これは従来政府が言ってきたことと若干異なる部分があるので、果たしてそれが適切なのかどうかはちょっと疑問に思っております。これ実際問題考えていくとね、じゃあ何が逆に自衛隊できないかって言ったら、本当に今まさに戦闘しているそういう状態の中に入っていって外国の軍隊に武器や弾薬を直接渡すってことはできないんでしょうけど、はい、それ以外のことだったらできるとも読み取れますよね。まず自衛隊が例えば多国籍軍が活動しているときにですね、できないことっていうのは直接武力を行使することはこれは憲法上認められない、これは今非常に大きなまず大きな仕切りなんだと思います、でその上で後方支援にだから限られますよと、で後方支援の中で、どこまでできるんですかという、今議論なわけですよね。例えばそれは後方支援で、水をアメリカ軍に運ぶという、支援をするとしますよね、後方支援、だけど敵から見たら水を運んでんだか武器運んでんだか分からないし、イラク戦争の時のことを思い返してみて、戦闘行為が今まさに行われていない場所、はい、例えばバグダッドがそうだったとしましょう、戦闘行為は今行われていない、じゃあそこで後方支援してくれ、アメリカ軍から言われて、負傷した米軍兵をいろいろケアする医療行為を自衛隊がしに行く、というようなことは、あり得るかと思うんですね、その時に今度の政府が出してきた新しい基準であれば、いや今戦闘行為そこでしてないんだったら行っていいんだということになりますよね。だけどそうしたら敵から見たらですね、アメリカ軍のそばにいる自衛隊も全部ひっくるめて敵だというふうに、つまりこれは武力行使だと相手から見て、攻撃の対象になるのではないかというふうに、想像するわけですけども、そうするとそれこそ自衛隊員が血を流すということが現実化してくるのではないか、 そうですね、そのあたりいかがですか。一つ大きな前提としてですね、例えば湾岸戦争っていうのが一番想定しやすいんだというふうに思います、で湾岸戦争は国連の安保理決議があって、加盟国には武力の行使を含めた、あらゆる手段を行使をするっていうようなことを認めた決議がありました、それで多国籍軍っていうのが編成をされたんですね、で、その場合にじゃあ後方支援をそういう多国籍軍に対して要請をされた、日本としても国連加盟国である場合に何らかの貢献をしようという判断がなされたとしてですね、でそれで、どこでどういう支援をするのかという判断になるんだというふうに思います。で、今例えば政府内閣府の方内閣官房の方から出てきた案によれば、可能性としてはだからその4つの条件すべて、満たしているもの以外であればできるんではないかと、という、案を出してきています。で、もちろんその上でですね、自衛隊はこれまで直接戦闘に参加をしたことは当然ありませんし、そういう武力の行使と一体化と見られるようなこともずっとこれまでは抑えてきました。実際やってません。だから引き続きそこは同じなんだというふうに思うんですね。そこは守られるというふうにお考えなんですね。だからそれは今度は法律で決める話ですから。これまで自衛隊は戦闘地域では活動してはいけないという歯止めがあったんですね、でそれを大幅に緩和する案を自民党が出してきました、でこれについては公明党の上田さんも否定的でしたね、でこうした公明党の反発の結果、今日の協議でですね、自民党はこの案を撤回しました、新しい案を出してきたんです、それが3つあります、まず武力攻撃の現場には参加しない、そして武力攻撃が始まった場合は撤退する、ただし人道的な捜索や救助活動は別とする、
という3つのポイント、平野さん、これで本当に歯止めになるんでしょうか。私はならないと思いますね。というのは、要するに現場というのはね、どこまでが現場なのかというのは、線引きはですね、支援する側は後方支援だといっても、その当事国相手になる国はですね、あるいは部隊はですね、その線引きなんかしてないわけですよ。近くにあればそれはもう一体のもんと見なされかねないわけですよね。そうですね。こちらは人道目的だと思っていても、敵から見たらそれどうやってわかるんだろうという気もいたします。その危うさですね。続々とリスナーの皆さんからご感想をいただいてて、川の底からさんというラジオネームの方は、なんか歯切れの悪い話ですね、と。憲法解釈という重要な案件を与党協議会といういわば密室の議論で行っていいんでしょうか、と。本来やっぱり国会でね、野党がカンカン で、もう一つの国会ではなくて何年もかけてやる議論なんですよね。これをもう今回もう残り1ヶ月切ってるわけですよ。でそれをなんか強引に決めようなんていう気配があるんで、これはおそらく国民の方も本当に不安に思ってるんじゃないでしょうか。ラジオネームゴンゲンガーのカッパさんという方は、いや聞いていて公明党さん逃げてませんか、と。福祉と平和の党を看板にしているのに、もっとはっきりとした態度を取ってくださいよ、と。これ同じようなご意見、闇夜のカラスさんという方からもいただきました。さて続いて聞いていただきます。この与党協議でこれから集団的自衛権に関わる事例についてどんどん話し合われていくんですが、協議会のメンバーである公明党衆議院議員の上田勇さんへのインタビュー、今度は集団的自衛権の限定的な行使についての話になりました。ラジオネームスタック・ジェガンさんというリスナーの方がいらっしゃいましてね、憲法を変えなくても結局現実が全く違ったものになっていくのではないかと心配ですっておっしゃっているんです。はい。このような心配についてどうお答えになりますでしょうか。ちょっと質問がそれだけではよくわからないんですけれども、それは解釈の変更すればという意味なんでしょうか。そうですね。はい。で、今議論していることは解釈の変更の手前の話なんでですね。なるほど。はい。公明党の、今持ってらっしゃる方針について、国民や支持してきた方たちから賛同をしっかり得ているというふうに上田さんは感じていらっしゃいますか。それはなかなか難しい話なんだと思うんですが、今いろんな報道各社で世論調査を行っておりますよね。でこれもバラバラですね、結果は。でバラバラというより、質問項目によってね変わってくるということです。そんなバラバラではないと思うんですよね。おっしゃる通りで、ですから国民の中にもですね、今の安全保障政策で果たして本当に大丈夫なのかっていう不安はあるんだと思うんです。ですから例えば限定して容認をするっていうことになると賛成の方が過半数になったり、あるいはその離島防衛みたいな話になるとやるべきだっていうことが過半数になったりするんですね。でその一方でやっぱり全面的に集団的自衛権の行使を容認をして、日本の武力の行使のあり方みたいなのが全面的に見直すってことになると反対っていうのが多くなっている。これが率直な国民の意識なんじゃないのかなというふうに受け止めています。だからそういった国民の意識意見というのも踏まえた上で、今だから、不安にあるようなグレーゾーンの部分であるとか、あるいはその国際協力のあり方の部分であるとか、そういうところから具体的に議論を始めましょうということで議論をしているんですね。その議論のやり方ってことについては私は、多くの方のご理解いただいてるんじゃないかというふうに思ってますけども、限定的な容認ということというのが非常に今定義がどういうことなんだろう、限定的っていうのは皆さんの中にも思いがあるんですね。上田さん、公明党としてはこの限定的な容認っていうことについてはどうお考えなんでしょう。
現在の立場としてはですね、はい、やっぱり容認はすべきでないというのが我々の考え方であります、うん、それに、まあ、そこが基本なんですよね、うん、はい、はい、あ、ということはもうやっぱり容認すべきでないということはやっぱり解釈の変更というのは基本的にはやるべきでないというスタンスを、 そうですね、はい、そういうことですね、はい、最後のところでですね、公明党の上田さんおっしゃいましたね、うん、限定的であっても集団的自衛権の行使は認められないというお話なさいました、うん、ただその前に一言ついてたんですよ、うん、短い言葉でしたけど現在はっておっしゃいませんでしたかね、うん、言ってました ね、 ね、この現在は認められないという考えであるというところの意味するところがどこなのか、うん、まあ、協議次第で限定的な行使であれば集団的自衛権の行使を認める場合もあると読み取るべきなのかどうか、うん、まあ、私には分かりません、うん、その限定的っていうのもね、 10% でも限定的だし 99% でも限定的と言おうと思ったら言えるかもしれませんし、うん、この限定的なという言葉の危うさというようなものを、そうですね、まあ、皆さんどんなふうにお感じになるかですね。ですね、コーラル3号さんという方は、はい、グレーゾーン云々と与党協議をしていますが、うん、安倍さん自民党のやり方の方がよほど国民にはグレー灰色に見えますよと、うん、限定的という言葉でアリの穴を開けたいんだろうが、それはやがて堤防を崩壊させます、うん、後方支援で戦闘地域で支援国に加担すれば敵は当然攻撃してきて応戦しなきゃいけない、そして紛れもなく戦争になりませんかというご意見、うん、あるいは、この方無名の方ですけど、憲法を改正やら解釈変更すればすぐ戦争と直結させる単純な人がいる、うん、戦争をさせないために変更するんですよと、このように皆さんのご意見いろいろいただきました、うん、はい、うん、今日は皆さんが平和という言葉をね、うん、たくさんこうご意見の中に書いてくださってたんです ね、 ですね、憲法の平和主義という平和もあれば、うん、平和の党という、公明党も ね、 その一党の精神の一つですね、そうですね、この平和という言葉書いてくださった方もいらっしゃるし、うん、あるいは積極的平和主義の平和っていう、うん、この積極的平和主義っては武力で勝ち取ることなんかな、どういうことなんだっていうコーラル3号さんのメールもいただきました、うん、平野さんいかがでしたか、まあ、集団的自衛権というのは、まあ、言葉難しいんですけども、私よく分かりやすく言うんですけど、まあ、自分の国が攻められてないのにね、他の国のため、国の戦争のために武力行使をすると、はい、これはまあこういう、こうシンプルに考えたらいいと思う、まあ、そういう意味ではこう国民の安全命っていうのが危険にさらされる確率がもう高まってると、はい、で、まあ、もっと大きく言えば戦後最大のね、日本のターニングポイントを今迎えてるんじゃないかという感じがするんですよね。それで、まあ、公明党の今日議員の方聞いたんですけど、どうも目的地が決まってる客車に路線を変えろと言って、本当に行っているのかなと、ちょっとなんか流されてるという印象が強く感じましたね。お聞きになった皆さんはどんなふうにお感じになったでしょうか、うん、報道するラジオでした。平野さんありがとうございました。